君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。俺頭悪いからとのたもうた先から、あまたの居酒屋メニューからどんどん注文できる脳みそはどんな演算をしているのか。現代科学の及ばない技をあなたの脳はこなします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はそんな脳の活動を情報工学的アプローチで解こうという挑戦、義歌大情報知能工学系上原一正先生に聞きます。先生は脳の研究。そうですね、脳のですね、特に僕は感覚とか運動とか、うん、あと人の認知ですね、どうやってこう意思決定したりとか、例えば物を買うときにこれ買おうって思うときの意思決定とか、はい、そういうのがどう脳の中で処理されて行われているかっていうのを人を対象にデータを取らせていただいて研究を進めています、うん、はい、僕らがコンビニに行ってどのアイスにしようかなと思って、今日はこれってみんなやってることですけれども、ものすごく複雑なことが行われてる。そうですね、例えばそれを買おうとしてる場合もあるし、うん、やっぱやめようかなっていう時に、人がやめる時ってのはどういう脳の中で処理が行われてるのかとか、そういうのも見たりとかしてます。そんなどうやって研究するんですか。特に僕は使ってるのは、人から対象にデータを取らせていただいてるので、脳活動を記録するっていうことを、身体を傷つけずに行ってます。だから脳波とか、あとは病院とかでもあると思うんですけど、核磁気共鳴画像とか MRI っていうものに入っていただいたりとか、あとはですね、磁気で脳を刺激して、脳活動がどう変わるかっていうのを、その生体の反応を通して見るっていう方法で行っています。コンビニに行くときに、なんかヘッドギアみたいにつけて入るんですか。あ、そこまでは結局やってないんですけど、今ここにも実験室ありますけど、こういうところで疑似的な環境を作って、その中で、例えば、視覚の刺激とか音の刺激とか、そういうのを出して、被験者の実験に参加してくださっている方に答えてもらうみたいなこともしてますね。頭に何か電極刺すわけじゃなくて。そうですね、キャップをかぶってもらって、全然痛みもないので、キャップをかぶっていただいて、専用のジェルを入れるとですね、頭皮から、脳活動が電気活動が記録できるので、それを解析。髪の毛剃らなきゃいけないとか、逆に髪の毛がないとですね、ジェルが流れてしまうので。髪の毛あった方が。そうです。あ、髪の毛ジェルだらけになって。そうです、そうです。あ、だからあれですね、そこにシャンプー台もあったりとか。あ、ほんとだ、隣洗濯機もありますね、はい、そうです、タオルとか洗ったりするので、はい、そういうのを使ってますね。へー、はい、じゃあこう見る人が見たら、あ、ここ脳の研究やってる部屋ですね。そうですね、見る人は見ると分かっちゃいます。はい、大事な2点セットみたいな感じで、はい、それ学生さんが協力してくれて。そうですね、学生さんと一緒に、はい、取り組んでいます。へー、はい、で、多分暗室みたいなところで。そうですね、はい、行動を擬似的にテストする。そうですね、はい。MRI もあるんですか、ここに。 MRI はですね、この大学ではないので、近隣の研究所に行ったりとかして撮らせてもらうということを、はい、してますね、はい、MRI の中に入ったことはないんですけれども、はい、あの中に入って何かものを判断するって、それがもう難しそうですけど。そうですね、結構仰向けになって計測するので、ちょっと慣れが必要ですね、あと結構実は心地いい環境なんですよね、静かで、音も一定のリズムで流れるので。なので眠くなったりするので、あ、寝ちゃうといけないですね。そうですね、そういうのを気をつけながら計測をしてます、はい、それで数字的にこう記録が残っていくわけなんですね。そうですね、はい、脳活動が記録されるので、はい、それを解析していくっていうことになります、はい、いわゆる脳波っていうものですね。そうですね、 MRI はまたちょっと違うボールド信号っていう信号になるので、また違うちょっ と、特性の信号なんですけども、脳波はまあ電気活動、神経活動になる、両方も神経活動といえば神経活動なんですけど、ちょっとパターンが違ったりとか、はい、します、ね、同じ脳活動でも、はい、いろいろ計測っていうのはアプローチとしてはあるわけなんですね。そうですね、なので僕は結構いろんな手法を用いて広くやってるんですけども、どういうことを見たいかによって、その計測の
機器を変えたりとか、たまにはその統合したりとかっていう、例えば脳波と脳刺激を一緒に組み合わせて計測するっていうこともやってます。いろいろその脳の活動を計測する方法っていうのが現代は開発されてるわけなんですね。そうですね、すごくやっぱりデータの取得が良くなったっていうのが一つで、例えば昔脳波取るとですね、結構周りのノイズの環境にすごく影響を受けてて、なかなか難しかったんですけど、今一個一個の電極にちっちゃなアンプがついてるんですね、でアンプっていうのはその信号を増幅するんですけども、でそれを増幅して大元のアンプに送るっていうことをしてるので、すごく安定してデータが取れるような、僕始めたの十何年前ですけど、その時よりやっぱデータは綺麗に取れるようになりました。もうこの10年で、そうですね、技術がガーッと上がってるわけなんですね、はい、そうですね、はい、じゃあより精度よく脳の活動が記録できるようになる。そうですね、あとちなみに脳波ができて今年で100周年らしいんですけど、へえ、はい、記念すべき年なんですね。もちろん100年前に比べたらもう全然そうですね100年はもっとでっかい装置でもう撮って、写真とかよく残ってますけど、もっとでかい装置で、今も本当に小型の装置で撮ったりとか、うちの研究室はやってないですけども、歩きながらとかも撮ったりとかもできるので、歩いてる最中にどういう脳活動してるかとか、ポータブル測定機が、あ、そうです、全部 Bluetooth とかで通信したり、あ、 Bluetooth で、はい、ちなみにうちにある筋電図がそこにありますけど、全部 Bluetooth で、線がないので全部 Bluetooth で通信して記録するっていう。それは筋肉の運動を、そうです、これは筋電図という筋肉の活動を計測します。特にこういうロボットとか使って手をこう前後に動かすリーチングっていうんですけど、こういう時にしてる時にどういう筋肉パターンかとかっていうのを、こう筋電図から記録して、それをもうちょっと数学的な手法を使って、特徴量を抽出するみたいなことも今学生さんがやったりしてます。僕らのイメージみたいにそのいっぱいケーブルでつながれてやらなくても、そうですね、 Bluetooth で飛ばせるんですね。はい、データ通信したりとかっていうことができますね。そういったことが日々やっている研究。そうですね、それをこう解析するわけじゃないですか、はい、解析方法っていうのもどんどん進んでるわけですか。そうですね、やはり一つ解析方法が進んだ原因っていうのは、パソコンの性能がやっぱ上がったっていうことになるので、はい、やっぱり多くのデータを大量に処理できるようになったっていうのが一つだと思います、で特にこの脳波っていうのは、波で表されるので、それを周波数分解をしたりするんですね。そうすると複素数に置き換えて計算するんですけど、かなりメモリを消費する解析になるんですが、やっぱりマシンのパワーが上がっているので、結構多様に解析できるようになったりとかしてます。あとはAI の技術が最近取り込まれてきているので、はい、そう AI を使って脳の特徴を、情報を抽出する、特徴量を取るっていうこととかも今できるようになってきているので、かなり進んでると思います。僕らが知っている AI っていうのは、ネット上とかにある莫大なこういわゆるビッグデータから学習して判断して、はい、僕らが思いもしないこうブラックボックス的にこれはこういうことだよって答えてくれるっていうのが AI かなと思うんですけれども、はい、脳のデータでそんなビッグデータがもうあるんですか。そうですね、今世界的に今脳のデータっていうのをみんなでこう蓄積していって、例えば病気の方とそうじゃない人の診断に使うっていう取り組みとかも日本だけじゃなくて海外とかでもすごくやられてます。で、画像とかそういう大量のデータじゃなくてもですね、脳のデータ自体を例えばその判別する、例えば今何か見てるときとか見てないときっていうのを脳波入れただけでどっちか判断する。で、その AI っていうのはブラックボックス化されてるんですけども、僕らその中身がどういう判断したのかっていう貢献度っていうのを、マップで出してくるようなことをして、いつどの脳領域が大事かっていうのも見えるように取り組んでるので、ブラックボックスのままでなくって今度中身まで見に行って、その判断の信頼性みたいな、やっぱりこう見て信用できるかどうかっていうことも、取り組んでいますね、はい、あ、そうか、世界でもう研究がされているから。そうですね、たくさんデータはあるわけなんですね。そうですね、自分たちも取ったりもしてますけども、そういうデータも活用できるように今そういう、オープンサイエンスみたいなのも進んでるので、そういうことにもできますね。世界各国の人たちが髪の毛ジェルだらけにしてるんですね、はい、そうです、MRI とかもあります。そうですね、そういうのもあると思います。はい、じゃあそれも10年前では考えられなかった。ないと思いますね、やっぱり今進んできてそういうふうになって新たな展開が起きてるんだと思います、はい、じゃあ今脳の研究ってめちゃめちゃ面白いところに来てるってことですか。そうですね、はい、そう思いますね。やっぱりいろんな方がやっぱり興味を持ってくださってますし、例えばこの人がどういう
脳活動を持っているかとか、うん、まあ、どういう力を持っているかっていうのも、まあ、予測することもできるようになってきているので、うん、まあ、いろんな使い道が、はい、出てきていると思います。うん、あの人体のことっていろいろ研究が進んでるっていうふうに聞くんですけれども、脳だけは未だにわからないことがいっぱいだっていうのが僕らの常識ではあったんですけれども、はい、もう分かってきちゃいますね。まだでもまだやっぱり複雑なところもあって、脳ってまあ臓器の一つだと思うんですけども、特にやっぱり複雑な臓器でやっぱりまあ AI とかもその脳の活動を模倣して作られたっていうぐらいなので、やっぱりすごくよくできてるあの臓器だと思いますし、でまだやっぱ分からないこととかもいっぱいありますし、まあ、あとはそのやっぱ計測の限界っていうのもあるので、まあその計測で取ったとしてもやっぱまだ分からないところっていうのはあるので、まだまだあのいろいろ研究していくところはやっぱりあると思います。そういう研究が進むとどんどんロボット技術に反映されたりとか、コンピューターがフィードバックしてさらに進化したりとか、そんな感じですか？はい、それもあり得ると思いますね。あのロボットの制御とかもやっぱりこの人の、情報処理から学んでやってるところもあるので、うん、我々が新たな知見を例えば提供することができると、まあ、それを模倣してロボットを制御するとか、うん、まあ、AI とかもそうですけど、やっぱ AI って最初にあのディープラーニングとかできた最初のモデルって、あの人の視覚やの構造とかを模して作ってるっていうのが AI のそのディープラーニングってそういうとこができているので、例えば新たなこういう私たちの研究を通して、まあ、もし気づきがあるとすれば、まあ、そういうのを例えばそういうモデル作ってる方にフィードバックすることで新たなモデルっていうのができたりっていうのは、うん、あの十分にあり得ると思います。っていうとこう含みのある言い方先生おっしゃいますけれども、もっと他にもこの脳の研究っていうのがいろいろ役に立つっていうことですか？そうですね、一つはあの私たちの研究室は、特にその人の例えばリハビリテーションとか脳の損傷とかでダメージを受けた方のリハビリとか、まあ、そういうのの回復に例えばどうやって役立てるかとか、あとはそう例えば学習何かを学習するときにやっぱり昔って練習をすごいして、うん、練習すれば上手くなるっていう概念があったと思うんですけど、もう野球でもテニスでも、うん、はい、ただでも今やっぱりその上手く練習する方法とか効率的に練習する方法っていうのはやっぱり生まれてきていて、それがやっぱ経験則ではなくて科学的にこういうふうにやった方がいいですよとか、うん、そういうのが生まれてきているので、まあ、そういうところにこう例えば新たな練習の仕方を提案させていただくとか、まあ、そういうところにつながるんじゃないかなと思っています。なのであのいわゆる身体教育とか、まあ、リハビリテーションを支援するとか、まあ、そういうところにつながる研究になるんじゃないかなと思っています。いいですね、はい、もう1日5時間も学校行かなくても1時間ぐらいで全部覚えれるよっていう技術ができるかもしれない、はい、学校行った方がいいと思います、はい、だけどあそうですね、そういうのはやっぱりあのやっぱ時代が違うので、あとセンサリングも良くなってるので、例えば今やってるのはカメラで、画像を撮って、うん、それを AI で例えば頭の部分とか全部学習させて、うん、バットのスイングとかどういうスイングしてるかとか、あそういうので例えばスイングの軌道をこうした方がいいとか、まあ、そういうのもありますし、あとはその運動とか学習していくときにちょっと失敗した方がうまくなるですよ。失敗した方がうまくなる。そうなんです、うん、あの失敗しないようにしてやってると全然うまくならない。失敗した時になんで失敗してるかっていうのはあの感覚情報として全部僕たちがこう取り入れようとしてるんですね、うんうんうん、なのでちょっと失敗してもらった方がこうすると失敗するとかこうなっちゃうとうまくできないっていう情報を全部収集していくとうまく学習できるので、うん、まあ、そういうのを例えば脳機能がどうなってるかとかあの研究してる学生さんもいますね。自動車学校とかで一度ぐらい脱輪したり坂道発進失敗したぐらいの方が運転うまくなるんだよって話聞いたことありますけどね。そうですね、うち今あの息子が小学校1年生自転車の練習とかしてたんですけど、はい、そうですね、あのわざとこう傾くっていうのは傾いちゃいけないじゃなくて傾いていいっていうにすると結構すぐ乗れたりとかするので、あの怪我しないようにうまくこうちょっとこう傾くのを体験するとかするとすごくやっぱ失敗から結構得るものがやっぱりあるので、そうですね、失敗とか取り入れつつ学習するっていうのは、はい、重要だと思います。そうやって学習方法とか、そうですね、よりよくより効率的にっていうことが脳の研究が進めば進むわけなんですね、はい、そうするとさらに脳の研究が進んで、はい、いつかもう完璧にもう人類は脳のことを謎を解き明かしてしまったよっていう日も近いです ね、じゃあ、はい、まあ、そういう時は来ればいいんですけど多分もう何百年も解けない問題っていうのもあったりとかするので、ああまだまだ
難しいところはあると思うんですけど、特に結構よくあるのは組み合わせ問題みたいな感じで、脳ってすごい細胞の数も多いですし、筋肉も体の中にいっぱいあったり、関節も数えきれないほどいっぱいあると思うんですけど、その中で私たちって何か掴むときにある特定の動きをするんですけど、そういうときになんでこの筋肉の組み合わせでやるのかとか、どうしてこういう神経活動の組み合わせでやるのかっていうのは、組み合わせを選んでいかなきゃいけないんですよね。それをこう絞っていく作業っていうのが脳のどこでやっているかとかって実は今分かってなくって、もうそれも100年以上なんかどこでやってるか分かんないっていうような問題とかもあったりとかして、いろんな人がそれをトライしてるんですけど、なかなかどこでっていうのは分からなかったりっていう。お茶を飲むっていう仕草をするときだけでも、そうです、たくさんの筋繊維を使ってたくさんの関節を使ってるけど、 そのどれをどう使うか、そうです、っていうのを一瞬にやってるわけですね。そうです。それをどういうパターンでやるかっていう組み合わせをどうやって決めてるのかっていうのは、どこでやってるのかっていうのは実はまだいろんな説があるんですけど、まだやっぱ決定的な証拠っていうのはなかなか見つかってないので、そうですね、そういうところも100年ぐらい昔からもうずっとやられてたりとかしてますね、はい、先生の研究室ではそういったことも含めてやってらっしゃる、はい、そうですね、はい、まだ先生は豊橋技術科学大学にいらっしゃってそんなに経ってないんですよね。そうですね、2023年の4月から、着任をしましたので、今年で2年目に、ね、はい、去年の春いらっしゃったばかり。そうですね、はい、でもそうやって学生にジェル塗って一緒に楽しくみんなと研究してるわけです、ね、はい、なんかすごく研究室も学生たちに人気があるって聞きましたけれど。そうですね、幸いまだできて2年目なんですけど、もうすでに10人近いですね、方たちに来ていただいて、はい、まあ、研究テーマもかなり多岐にわたって、まあ、音楽の研究したりとか運動学習とか、まあ、あと創造性とかですね、またその人工知能に関する脳情報特徴量抽出とか、まあ、いろんなことを研究してますね。神経科学なんですよね。そうですね。音楽の研究っていうのはどういうことですか。今取り組んでるのは音楽の研究の一つっていうのはですね、脳活動から例えば今やってるのはリズム感が良い人っていうのが、うん、まあ、どういうふうに脳の中で制御されてるのかとか、うん、例えばリズムがずれてる時に音楽経験者とそうじゃない人は気づいてるのかっていうのを、脳のレベルで気づいてるかどうかっていうのを脳波を使いながら、うん、研究したりとかしてます。なのでやっぱりトレーニング積んでる、音楽をすごくトレーニング積んでる人ってやっぱそういうのに気づいたりとかっていうのがありますし、あとはその指がどれだけこう早く動かせるかっていうのも、例えばそういう制御とか、あとはちょっと音が遅れて聞こえたりとか、ちょっとずれたりとかタイミングずれたりとかすると思うんですけど、そういう時にどうやってそのタイミングを元に戻していくかっていう戦略みたいなのとかを、まあ、脳の研究と行動の研究とかから、まあ、紐解いたりっていうのはやってます。学生さんたちそれぞれ、僕は音楽と脳の関係を知りたいんだとか、はい、運動と脳の関係を知りたいとか、はい、そうですね、基本的に僕はこういう研究の着想っていうのはやっぱり自分たちの日頃のなんか気になってることからやるべきじゃないかなと昔から思っているので、うん、そうですね、学生さんがこういうのやりたいですっていうのを持ってきていただいて、うん、それを研究に落とし込んで進めていくという形で、はい、行っております。ちょっと先生もびっくりの研究テーマみたいなのもあったりしますか。そうですね、まあ、一つは学習をやりたいって言ったこの最初のきっかけが名探偵コナンの、コナン君が一瞬だけ見ただけで記憶できるみたいなワンショット学習っていうのがあるんですけど、そういうのが気になるっていうことを。アニメの話じゃないですか。そうですね、はい、でも実際そういう一回だけ見て覚えるっていうワンショットラーニングっていうんですけど、そういうのは結構あって、僕もすごい興味が全くこんなのも知らないんですけど違う文脈でそれは気になってたので、うん、はい、なのでそれをうまく研究に落とし込みながら、うん、今やってるテーマはすぐ学習できる人とそうじゃない人っていうのはどういうところが違うのかとか、うん、そういう脳活動でそういういわゆるそういうのって個人差っていうんですけども、うん、まあ、個人ごと違いますよね。そういうのを脳活動が説明できるのかどうかっていうことをやったりしてます。名探偵コナンで論文書くわけですね。そうですねはい、なかなか今時らしいなとも思いますけれども。そうですね、まあ、今結構イーディー雑誌に載ってる研究っていうのは最初の1行目が日頃思ってる自分のクエスチョンから入るですね、うん、例えばメジャーリーガーだったらなんでいつもストライクが、まあ、大谷さんとかもそうですけどいつもストライクがしっかり決まるのかどうかでばらつくけどいつもうまくそこを制御できたのはなんでかっていう疑問からそれを紐解きますっていうのをスタートをするようなことが多いので、やっぱりいい研究ってやっぱその日頃の疑問を解くっていうことがやっぱり大事なのかなと。なるほど、はい、上手うまいってどういうことだろうってことですね。そうですね、僕と同じ脳を持っているはずなのに。そうですね、どういうふうに使ってるんだろう、はい、そういったことがこう数値化されて分かる時代に近づいてるわけなんですね。そうですね、
じゃあもう僕らも大谷翔平になれるかもしれない。いや大谷さんはまた特別な能力があると思うんで、はい、ただまあそういう技術をやっぱり上げていくっていうことは、うん、こういう科学も交えて使っていくとできるんじゃないかなと思います、ね、同じにはなれないとしても、はい、それにちょっとでも近づくっていうことが、はい、そういった研究からできるんだったら楽しそうな未来ですね。そうですね、まあ、あとやっぱり練習しすぎるとやっぱ怪我の原因とかにもつながってくるので、やっぱ怪我をせず、まあ、音楽もそうですけどやっぱりあの練習時間が長いとやっぱり怪我のリスクがあるので、うん、まあ、怪我をせずにやっぱりこうそれぞれの方が、ね、アスリートもそうですけど音楽やられてる方もそうですけど、まあ、幸せにこう長く続けられるってことが大事なの で、やっぱりその練習だけじゃなくてそういう効率的に、技術を上げれるっていうのもやっぱり見つけていく必要があるのかなと、はい、思います、ね、音楽やるにしたってスタジオ代とか月謝代とかも余計にかかっちゃいますからね。そうですね、効率がいいっていうのはいいんじゃないかなと思いますね、はい、で楽しくやってるわけなんですけれども、結構あの論文の発表でも好評を得てるそうですね。そうですね、はい、まあ、いくつか結構そういう、形で論文も出させていただいて結構読んでいただいているので結果も出てきてますし、まあ、まだ来て2年目なんですけど今学生さんも一生懸命、論文を書いたりとかしてくれているので、うん、またこれからいろいろ皆さんにお伝えできるのかなと、はい、思ってます、ね、すごい面白そうな研究室なんですけれども、今日はあの脳の研究のお話ですね、上原先生に教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました上原先生の業界用語はニューロインフォマティクス、神経科学と情報科学の融合分野で脳と神経系のデータを収集し解析・共有するための技術と方法論を開発することを目的としています。近年 AI 技術が導入されたことによりさらに研究が進んでいる分野になります。技科大日本一世界一の偉業を果たしても地元の街を彩る横断幕はモンハンやマケインだった。次週9月14日の天白の城は豊橋ロボコンズの残党がロボコン優勝凱旋の扱いを不満に思い取った行動、魔改造の夜に出場した裏話をお届けしますぞ。楽しみに。